よ、はいです。1ヶ月ダイエットが終了しました。1ヶ月ダイエットが終了したということで、この1ヶ月マジで、まあ、もっぱん撮影とかもしてたんですけど、撮影外ではもうほんま田中みな実を憑依させてた。田中みな実でインスタで1ヶ月毎日体重報告をさせてもらって、 DM でもね毎日こう送ってきてくれる子がいたりとか、もう一緒に頑張ってくれる子がおったからマジで頑張れた。ありがとうみんな。ということでもう結果発表動画なので体重測っていきたいと思いますよいしょ、あ、まず裸になりましょう。よし、乗ります。はい、よいしょ。 47.3、 髪の毛 47.3 キロです。で、体脂肪が 24% でした。え、逆にということで体重がマイナス 4.9 キロ、ほぼ5キロって言っていいよね。でも5キロってすごくない？あと 0.1 キロ、あと 0.1 キロで5キロやったのに。体重計も空気読んでよ。人に会ってないからさ、痩せたなとかっていう反応がないわけみんなしかないねんけど、カメラ越しってなかなか伝わりにくいよな。一番大事にしてるのが体脂肪やから、一番嬉しかったんが 24%、 前が 29%、 29.2 とかやったかな。でもそのちょっと数字忘れちゃったから29にしてんけどヨガで今まで測ってて、これ自分の体重計で測れることを知らんかってんやんか。ちゃんと設定したらいけたから測ったんですけど、だからちょっと正確には分からんけど、まあ、29% やとして 24%。 え、これ 5% ってこと？え、5% ってどれぐらい体脂肪減んのって。え、これ大成功じゃねいやまあでもダイエット前の体重測った時が全然うんこ出てなかった時やったやんか。ほんまにな、10日は出てなかった。だからあのまあ結構あのむくみもうんこも溜まってた時期なんですけれども、とはいえよ、爆食動画とか出しながら、まあ、一応食とかもさ動画で出してるからさ、食動画を出しながら、しかもバレンタインデーの時期、これ言っちゃ大事、めちゃめちゃ頑張った。もうしかもほんま誰とも会わへんから、もうほんまもうみんなのおかげでって感じ。マジでみんながその DM とかでお疲れ様とか言ってくれたりとか、一緒に頑張ってくれる子とかがおったから、もうほんまに頑張れたっていう感じなんやけど、ありがとうございます皆さん、ほんまにありがとうということで、体のサイズは後半測って、あのとりあえず振り返りからやっていきましょう。でももうこの前出した動画の振り返りなので、細かい方法とかをこっちを見てほしいんですけど、とりあえず、まあ、食事、小麦粉を食べへん、食べる量を減らすんじゃなくて食べるものを選ぶ、水分をしっかりとる、食べる順番をちゃんとする、このメンバーに関してはちゃんとできました。まあ昼は結構ちゃんと食べてたりとかして、だけど夜は質素サラダ、スープとか和食とか、まあ普段も結構食べてたからそこは変わりないんですけど、でも運動前は小さめのおにぎりとか取ったりとかして、炭水化物も取ってたし、食べられへんっていう、なんかもうひたすらブロッコリー、ささみ、もやしとかを取ってないから、比較的そこに関してはストレスは少なかったかなと思います。お腹空いたらお菓子とかじゃなくてちゃんとキムチをつまむとか、きゅうりとか果物とか食べてました。もうマジで街中がチョコに溢れ返ってたんやけど、マジで我慢した。今何が食べたいって、マジチョコ食べたい。撮影に関して、この前の動画でもっぱんは朝か昼撮影する、でもっぱんした日は16時間空けるっていうのがあったけど、これもできました。まあため撮り分とかを駆使して、なんとか1月え、じゃあ2月か、え、今何月、あ、2月か、あ、違う、あの2月分の動画はこうやりくりできたというか、なんか食動画のペースを保ちつつなんとかできたかなと思います。でも切り替えが死ぬ、いやもう爆食からの食コントロール、食事コントロールはほんまにしんどかった。わ、昨日幸せやったなとか思いながらサラダ食べるみたいな、スープ飲むみたいな、これが一番頑張りましたね。次、強化習慣がありました。あのこの前動画にもしたんですけど、生理後すぐにあのジュースクレンズ期間、このキラキラ期って呼ばれる期間にジュースクレンズをしました。前の動画でも言ってんけど、もう値段はめっちゃしてん。だからこのために、まあ、貯金を、謎の貯金3ヶ月ぐらいして、もう買って念願のもう
いざ行かんっていう感じでジュースクレンズをしたんですよ。でジュースクレンズが終わった時もやってよかったなってすごい思ったんやけど、この頭がめっちゃよかった。昨日まで回復食でやっと回復食期間が終わって、今日からやっと固形物を1日1食以上取れるみたいな感じなんですけど、もうねファスティングの後宿便が出たんです。うんこです。人間には普通のうんこと宿便っていうこの腸の周りにへばりついてる黒いうんちみたいなのがあって、それが出た。もうドサッと言われてた。ごめんなさいね、もう食事中の方、あの夜にね申し訳ないんですけど出ました。それが良かったかな。あとスイッチが入りました。ダイエットのスイッチっていうの、私はなんか普段めっちゃ食べる人やから、体が慣れてきた後半、ダイエット後半とかにジュースクレンズ期間を持ってきたんやけど、ダイエットの意識がさほんまに変わんのよ。めっちゃスイッチが入るから、ダイエットモードになる体が、だから前半に持ってきてもよかったかなと思った。無理やりにでも、まあ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 、その値段との要相談って感じではあるんですけど、質問も多かったからいろいろ調べたんですけど、やっぱジュースクレンズどこも高くて結構なお値段するから、もうそれこそ自分への投資と思って試してみるか、あと酵素ドリンクとかねあるから、そっちやったら結構お手軽にというか、まだお手軽にできたりとかするから、そういうの活用してもいいかなと思いました。で運動も、私の今回の痩せた理由はこれ。正直ジュースクレンズ以外はいつもしてることない、意識的に。けど運動がいつもと全然違う。むちゃくちゃした。基礎代謝がむちゃくちゃ上がりました、このおかげで。こちらホットヨガ、縄跳び、筋トレとか歩くとかマッサージとかいろいろあるんですけど、ホットヨガに関しては2日に1回は絶対行ってました。仕事後ホットヨガに行って汗ダクダクに書いてみたいな感じの生活をしてました。これに関しては前の動画通り結構できたんですけど、歩くのもめっちゃした。休みの日とかにもう6時間ぐらい歩いた日とかあるくらい、もうめちゃくちゃ歩いた。階段使うは当たり前やし、ちょっと遠回りしてとかは当たり前っていう感じ。特にもっぱんした日はむっちゃ運動した。消費で、その他こちら温活と腸活、ストレスためない寝る、これも徹底停しましたね。で、温活、まあ、靴下履いたりとか、半身浴とかは、もうめっちゃ毎日、ほぼ毎日してたんやけど、サウナはね、一回だけ。なんでかっていうと、近くのサウナに行こうと思って、行ってたんやけど、私、温泉が無理な人やね、なんか変なとこ潔癖症で、普段も全然むっちゃ部屋も汚いし、全然潔癖症じゃないねんけど、温泉はなんかあかんのよ。温泉なんかあかへんくて、あかんくて、で、最寄りの、銭湯もサウナ付きの銭湯に行ったわけ。じゃあちょっと無理で、その他のちゃんとしたその個人風呂みたいな、なんか、ね、プライベートサウナか、個人風呂ってダサいな、プライベートサウナに行こうと思ってんけど、まあ、金額なかなかするやんか。私ジュースクレンズで結構お金を使うっていうの分かってたから、あんま行きたくないと。だからお家の半身浴でなんとかごまかしました。だからサウナは1回だけしか行ってないです。その1回で終わりました。で腸活、これめちゃくちゃ質問来てん。ストーリーとかでもさ、腸活いい感じとか言ってたからめっちゃ質問来てたんやけど、具体的に何をしたかっていうと、 R1 毎日飲む、腸マッサージ、ヨーグルトとかネバネバ類めっちゃ食べた、キノコとか積極的に取った、でこれに加えてあの運動量やったから多分めっちゃ出た。でもこれらをしてすぐ出たってわけじゃなくて、これらをほぼ毎日続けて2週間ぐらい経ってからかな、やっと3日に1回とか2日に1回とか出るようになったって感じ。まあでも私がもともとさ2週間とか普通に出えへん時はあるぐらいやから、もう私にしたらすごいって感じなんよ。で最終的にはほぼ毎日出てたし、もっぱんした日とかもすっごい出てたし、ごめんね今日なんかうんこの話ばっかりで。これに加えて、あの世の中で便秘にいいよって言われるものも全部した。もう全部ね、プルーンとかもう全部試しました。私持病があるんですけど、持病でその病院にいろんな行くたびまず一発目に先生に便が溜まってるねみたいな、もう百発百中言われんやんかっていうぐらいすっごい腸の持ち主みたいな。でなんかその持病の薬じゃなくて、そのなんか腸を動かす薬をもらうぐらい腸の動きがなんか悪いっぽくてっていうぐらいの便秘症の女が解決したから、ほんまに意識するだけで全然違う。意識と継続、これ大事。こんな感じでしょうか。はい、ということで早速サイズを測ります。太もも左47センチ、太もも右 47.3、 ふくはらぎ、あ違う、ふくらはぎ左31、ふくらはぎ右28.8、二の腕 22.3センチ、二の腕右 22.8 ということで、おけついきます。 1m 級おけつ 84.5センチ。 よし。てかさ、ずっと測ってんねんけどさ、前の数字を
今わからないので、下がってんのか増えてんのかさえもわからないんですよね。え、待って、これ絶対減ってる。59、前なんぼ、前の数値がわからん。やばい、59センチでした。嬉しすぎる。やりきった感すごいねんけど。食べながら痩せたいのよ。そのために定期的にこう調整して健康な体でいっぱい食べるっていう感じにこれからもしていきたいのでね、あの引き続きダイエットは続くわけなんですけども、ちょっと運動はもう無理。ずっと何かしら運動してたもん。夜ネットフリとか見るときもずっと体感しながらとか、もう何かしらしてたから頑張ったんじゃない。まあ自分のペースで無理ない程度に。運動はね、やっぱ体脂肪を減らすためには必須ですから、しっかりとやりつつ一緒に頑張れたらなと思います。これで1ヶ月間ガチダイエットみたいなの終わるんですけど、普段食べる動画を出してる以上ずっと自分の体重管理っていうのはしていくので、引き続き頑張っていきたいと思います。体脂肪の私 19% になりたいねやんか。 10% 台になりたいわけだから、全然これからもね、いっぱい食べながらいっぱい動いて頑張っていきたいなと思います。一緒に頑張ってくれた人はね、ほんまにお疲れ様でした。また続く人もいっぱいあると思うねんけど、一緒に頑張れたらなと思います。で、こう私のね、あれを見守ってくださった方、お疲れ様って、コメントちょうだい。これからもね、モッパンとかダイエットとかファッションとかの動画たくさん出していけたらなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様、みんな終わったよ。とりあえずこの編集をね、すぐに終わらさなきゃいけないので、編集中チロルチョコを食べたいと思います。嬉しい。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。